どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ニューヨークのねスタテンアイランドフェリー乗り場にいて、本日はですね、ニューヨークの、自由の女神、本来はね、スターチュークルーズっていう、まあ、公式サイトでね、予約されて、まあ、行くのはね、まあ、一般的なんですけども、今回はね、無料でフェリーに乗り、そこからね自由の女神を見るっていうのをね、今回実際に乗って、紹介していきたいと思います。まあ、ニューヨークのね、観光やはりね高いですよね、ですのでこのね自由の女神は島にはね行けないんですけども、まあ、横を通るフェリーにね、乗ることによって、無料でねアクセスすることができます。まあ、アクセスっていうよりか、まあ、横を通るだけなんですけどもね、まあ、フェリーから見れますんで、ぜひね、これからニューヨーク行かれる方、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。それでは行ってみたいと思います。それではね、中に入ってきました。入り口にはねかなりね自由の女神へのね切符あるみたいな感じで、あれも多分おそらくですけども、ぼったくりなんではないですかね、かなり声かけられます。こちらはね無料ですので、そこだけね押さえておいてください。中に入るとね、こんな感じでね全ての乗客の方は無料ですみたいなねアナウンスが書かれてたんですけども、まあひとまずねここは無料だってことだけね押さえていただきたいと思います。基本的に声かけてくる人は無視しましょう。それでは行っていきたいと思います。それではね、まあ、船着き場という名の、まあ、この待合場に、来ました。こんな感じでねお手洗いもあります。で上にね、何時みたいな感じで次のねフェリー、および、フェリーのね時間帯が書いてあります。それではねここで、次のねフェリーを待ちたいと思います。まあ、すぐ来るんじゃないのかなと思うんですけども、どうでしょうか。約ねだいたい30分に1本ぐらいのペースで、フェリーの方はね出てるみたいですね。間もなく今ね人が降りてきたんで間もなく、乗船開始となると思います。こんな感じでね、かなりの人が、このフェリーをね待っているのが分かりますね。こちらのフェリーはね通勤用としても、利用されておりますので、まあ、通勤の方とね観光の方、まあ、両方がね利用されてるっていう感じですかね。いやそれにしてもすごい人になってきましたね。それではね乗船開始しました。もう一気にガガッといく感じなんですね。フェリーに乗ったらね、やはり進行も方向に向かって右側、そっちにね、陣取るっていうかいるとですね、自由の女神が、目の前に、現れるということで、おすすめとなっております。それではね今船内を歩いているんですけども、私がね以前利用した時は外デッキみたいなのがあったんですけども、どうやらこれもねフェリーによって、変わるみたいなのかもしれないですね。聞いたところによるとですね後ろしかないよっていうことでしたんで、フェリーによってはまあ外がそのまま見れるフェリー、もしくは、こんな感じでね、室内で鑑賞するみたいな感じとなります。
それではね、対岸に着きました。ひとまず一回ね、向こうもどんな感じになってるのかも見たいので一回降りて、またマンハッタンに帰りたいと思います。それではね、無事に着きました。今回はね、ニューヨークの無料で利用できるスタテンアイライトフェリーをね、紹介させていただきました。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。いやー、ニューヨークでね、無料で利用できるっていうのでかなりおすすめとなっております。それではまた。それではね、スタテンアイランドフェリーの乗り場に戻ってきました。先ほどね、1回閉めたんですけども、あのね、行きと、帰りのね、船がちょっと違かったんで延長してね、取らせていただきました。感じからすると、もうタイミングによってね、外に出れる船、出れない船、まあ船尾だけ出れたりするんですけども、そんな感じですね。で、私の見た限りですね、フェリーの中にお手洗いはありませんでしたので、このスタテンアイランドフェリーの乗り場でね、お手洗いを、ね、済まして行かれることをお勧めします。まあだいたい時間にして15分20分ぐらいだと思うんですけども、まああのトイレ行きたくなったらちょっと大変ですんでね、そこだけ、確実に押さえておいていただけたらなと思います。何度も言いますけども、こちらは無料です。1円も払っておりません。おそらくね、外にいる人たちは、そういうのを売ってるんじゃないのかなってちょっと思うんですけども、でもあれだけ声をかけてくるってことは、おそらくね、多分何かしら売りつけられるんではないのかなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。